さあ、大阪の方面ではミミズミがめったにいないということを聞いたので、まあ、こちらにはミミズミがたくさんいますよということで、ちょっと捕獲して観察していきたいと思います。せーの。飛びませんね。メスでした。ミミズミのメスにはなぜかすぐピントが。こちらが背中側です。色彩には様々なパターンがあり、黒目が強いもの、緑目が強いものも、そしてその中間色のもの、様々な色がいます。メスですね。警戒心が個体数増えてきたので、減っています。では、リリースしたいと思います。See you。では、さらば。